わあ、たくさんのブランド品が並んでる。このブランド品、いいなぁ。カスタムくん、こんにちは。あ、知財界ゆぎめ、こんにちは。たくさんのブランド品があるね。僕、このシューズとか、前から欲しかったんだ。カスタムくん、これらはすべて知的財産侵害物品、偽ブランド品だよ。本当に？本物と思うくらいそっくりだね。ここにあるのは沖縄地区税関で差し止めた知的財産侵害物品。海外から来た偽ブランド品が国内に入る前に税関が検査等で発見したものなんだよ。へえ、そうなんだ。ところで、こんなにたくさんの偽ブランド品どうするの？全部焼却処分するんだよ。これから産業廃棄物処理場に持って行って焼却処分するけど、一緒に行くかい？行く行く。ここが産業廃棄物処理場か。偽ブランド品を積んだトラックがやってきたぞ。持ち込めない偽ブランド品は処分できたね。税関が海外から来る偽ブランド品を水際で止めてくれたので、これらの偽物が国内に入ってこなくて済んだんだよね。知財官よ、疑念。今日はいろいろ教えてくれてありがとう。こちらこそ、カスタム君も偽ブランド品がダメなんだってことを一緒に勉強してくれて本当によかったよ。また一緒に頑張ろうね。オッケー、またね。よろしくわ。